こんにちは、ゆうです。パズナのお時間です。はい、今日も無課金サバカ芝居のやっていきたいと思います。今日誕生日だった、おめでとうございます。はい、あのクエストの13のね、服装変わってないでしょ。はい、もうずっとあの連続して撮ってあります。撮りダメでございます。なんと月か連続で撮りダメでございます。はい、あ、それではね、今日やっていきたいのはですね、3月クエスト14ですね。はい、前回のね、お酒ガチャがね、ちょっともう一つやったんで、もう一回じゃあこの勢いのまま、テンション高いまま、クエスト15やって、14やって、はい、お酒ガチャ引いていきたいなと思っております。それではね、早速撮っていきたいと思いますんで、パーティーを紹介します。これ、ご飯って言ったら、します。はい、前回と引き続き、キャプ豆ですね。はい、それではご紹介しましょう。はい。リーダーのウォーリアーオブナイトにイラチに対して、あの、返し武器ですね。はい。変身時にね、3ターン変質がかかって、変身後のスキルは、はい、上限回復76プラス、属性ダブル吸収無効ですね。で、あとリーダースキルが光の2コンボ以上で、ダメージを 78% 軽減、攻撃力が10倍、4コンボ加算、光の4コース1個につき、攻撃力が2倍となっております。で、こちらがアーマーテラスドラゴンですね。超覚醒スキルプラスに毒目覚め耐性。毒目覚め耐性とかね、あの、もろもろちょっと編成いろいろ寝てる最中でして、今、キャプ豆専用機ではございません。はい。あと、背中任せて大丈夫なんですが、これは戦争マン武器ですね。これもね、ちょっとあの、ベストなアシストじゃないんですけど、はい。こんなんでもいけると思います。はい、で、こちらアグリゲートですね。アグリゲートに、潜在が、6つ、何やったっけ。スキル遅延耐性。はい。に、フォガン武器ですね。雲を武器つけてます。で、こちらが、キャプテンマーベル、水マーベルですね。小学生スキルプラス、上限解放、スキル遅延2つに、光武器ですね。はい。で、こちらが、サブのマーベルですね。スキル遅延6つに、HP プラス1つ。あとは、こんにちは、ハローキティでございます。で、こちらがフレンドさんの、ハローキティじゃない、キャプマベに、流明武器つけてもらってますね。はい。リーダースキルがね、光の2コンボ以上でダメージ軽減、攻撃力が10倍、4コンボ加算、固定値ダメージ、光属性の全パラが3倍となっております。で、バッチャー HP プラスです。はい、そうだね、ちょっと無事にちゃんと1回負けました。ルーレットミスター、すいません、繋がってました。それではね、今日取れまして、最高。よし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 、アグリゲートのルーレットで繋がってもって光が、僕アグリゲートがね、マーベル使ってダメなんですよ。で、マーベル行って、はい、マーベル行きます。背中任せたようなんですが、これダメやから、このアシストが放出されてるんですよね。そこら辺分かってほしいな。で、ひらめきの刃よ。勝利を、光の刃、光のもとに勝利だった。はい、はい、OK。 さあ、よし。で、次がキングメタルの輝き。ギョギョ、まだ14まで多分使わんでも耐えると思うんですよね。こんな感じだ。はい。はい。危ね、これさっきやらかしたんですよ、ほんまに。よし。危ねー、ちょっと舐めすぎたけど。ちょっとね、アマテラスドラゴンね、ちょっと変なアシストつけてるせいで、つけてるせいでというか、そのおかげでもございまして。はい。オッケー。なんかもう何か守ったら何かね、不安になったらとりあえずキャップ豆で潜っとくかみたいになりますね、僕も。アモン様。竜装。いやえ？どうしよう。自力で。いや、早くして。オッケー。はい。これぐらいでいいよ。
回収のとこどうしよう。交換通として使う？よし。交換通として使う？あ、違う、アグリゲート変装。ああ、よかった。なら、アーベル使って、で、光のもとに、ひらめきの矢を。で、アグリゲート、オンして。こいつとは戦ってないんですよ。そんな前に、もうとっくに負けてたんで、あかんなぁと思ってたんですけど、ラッキーですなぁ。よし。フォトンパンツの目もたまらんそうなんで、仕切りやストライク。オッケー。これあれちゃう、協調のとこじゃ。協調にさては、協調で負けた腹いせに、あれやな。来たな。ね、これクリアしたら、ガチャ引いていきたいと思うんですけどね。ビュッたっけ。あまりにもね、もう柱として奪いなしだったんで。カゴ、龍族のカゴ。雲は大丈夫なんやな。あ、いたちゃったね。よし。はいはい。はいはい。はいはい。はい。はいはいはい。はいはいはい。で、ドラゴン悪魔でしょ？これ確か。ドラゴンだっけ？ドラゴンキラーはめちゃくちゃ。あ、じゃあこれ悪魔キラーと。え？これは？ストームスピア。ルーレット来たで、ルーレット。お前先行けないの？あ、待てよ、使っとくかもしれない。よしよしよし。はい、オッケー。これでも撃ったんちゃう？よっしゃー。それでは、一周受け取っていきましょうか。はい、14個受け取って。ユーザー情報、購入抜き、無料配布、17個でございます。よっしゃー。マスルーって、ビビでございますみたいなって思った。お酒ガチャ引きましょうか。恒例の最後の締めの。これで、バレンタインじゃバーテンダー、供養いたしますよ。やったー、ごめんなさい、ちょっと待って、やっとカルガミルク出た。これね、めちゃくちゃ欲しかったんですよ。わ。やった。属性吸収とダメージ吸収も効果でしょ。3コンボ3。いや、よかった。ごめんなさい、これちょっと順番前後するかも、動画。わかんないんですけど。やったぜー。よかった。それではカルガミルクと一緒にお別れしましょうか。今回これにてお開きにしたいと思います。見てください、皆さん。ありがとうございました。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録と評価もよろしくお願いします。よかったらね、概要欄にある X と、TikTok のアカウントもフォローしてくださると嬉しいです。今後ね、TikTok でね、ちょっと深夜放送とかね、配信がメインやったんですけど、昼間とかね、パズドラとか配信していければいいなと思っております、おりますので、よろしくお願いいたします。それでは今回のお相手は私、ゆうでした。それではね、バイバイ。